よいしょ、どうも、くちなわです。今日はヘビにドッキリを仕掛けていきたいと思います。二つあるんですけど、一つ目は、これを食べると言ってるんですけど、これを食べます。そしてもう一つは、これですね。パプリカをヘビの焼きそばの中に入れていきたいと思います。で、まあ、辛い中にこの赤い粉を入れれば絶対辛いのと勘違いすると思うんで、どんな反応するか。やっていきたいと思います。よしよし。こんな感じです。ちょっと一応舐めてみようか。ちょっと舐めてみたいけど、めくれないな。めくれた、めくれた。うわ、これだよ、これ。見えるかな、これ。味しないね。うん。まあ、こういうね、優しいドッキリ仕掛けていきたいと思います。大平です。くちなわです。はい。何月何日？今日5月20日、はい。これは発売日は20日。あ、わかんないっす。わかんない。はい。前の。2月ぐらいだと思ったよ。前のペヤング、モノホン。はい。トンカツマックス。食べてみた。ではなく、何？こちら5月17日発売。ちょっと待ってくれ。極激辛タンタン。そんなの出た？出てました。今日、コンビニ行ったら売ってて、なんと母親が、なんか2個買ってきたと。ちょっと、ペヤングさ。何？ペヤングさ。ちなみに、3個買って、1個食べずに残ってます。もうそれぐらいトラウマです、マジで。うん、そうだね。でもペヤング何やってんのこれ、本当に。また出しちゃった。ねえ。ちょっと本当に、ごめんなさい。ちょっと、ペヤングさん。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？再生数、こっち行かないと思うんですけど、大丈夫ですか？本当に、舐めてるんですか俺らを。マジで。前と書いてるかと一緒。泣けるほど辛味が強いので、小さなお子様や辛味が苦手の方、ね。十分にご注意ください。ええ、一応、ハーフ&ハーフ、出ましたよね。それ食べてないんですよ。結局やろう、食べようと思って。やろうと思って食べてないんですけど。そうだね。なんでこんなの出てんの？結局、辛いの得意じゃないからね。まあ、苦手な部類かもしれないけど。だって、心の準備、一週間ぐらい心の準備必要なんだよ、俺。いきなり、ちょっとドッキリを。なるほど。こういう。食べたら。ほんとドッキリなんだよ、だって。いや、それドッキリだもん。おい。さあ、開けて、まあ、ここでも作ってきます。雪入りを。はい。あ、雪入りが、まあ、そこにあるんだね。先にいつも開けちゃうんだよ。だからこれあんのか。あ、そう。もうここでやろうと思ってた。なるほどね。で、いつもね、なんか、全部、二つ。俺、いい、ちょっと俺ほんとこうして、いい。あと一口で食うから。もう、これは食えない。もう俺はほんと食えないんだ。ほんとに無理。じゃあ、ヨーグルトは？火薬。何、ヨーグルトないよ、そんなの。おい。記憶にならなかったのかい。前の。あるよ。どこ置いたっけ？あんの？あるよ、もう。なんだよ。準備してあるよ。今度だったし。準備してあるよ。だし。スプーンをどこ置いたか忘れちゃったけど。スプーンはここにあったじゃん。あ、スプーンは見たんだ。スプーン見た？なんでスプーンあんだろうと思って。そんなことね。全部繋がった。点と点が繋がりましたよ。どうですか？よかった、よかった。じゃあ、お湯を。入れましょうか。入れます。これは後だもんね。はい。これ、指つかないように、ちょっと、皆さんも気をつけてください。なんすか？あ、痛い。これ、激辛ソース。皮膚痛いって？
蛇が前これ指についてさ、目をこすってそうだそうだギャーってなってる。本当ギャーです、あれは本当に。はい、ちょうどオッケー。はい、淡々か、今回は。と、いつまで出すつもりだよ、ピアングを。お、訴えられるぞ、本当に。てか、売れたのかな、ね、っていうことは。この極激辛のカレー味とか。うん、マジ、本当に。あの、いじめですよ、いじめ。いじめ。どうしたの、本当にやばいで、ね。覚悟が決まってないで、まだ。もう食べるんだよ。まあ、そういうやつは食うなの一言で終わりますけど、もちろん。箸忘れた。箸忘れた。箸忘れた。もう食いとくわ、ちょっと、ペヤングに。ペヤングよ。何言ってんだよ。うまいの出せ、うまいの。これ本当にうまいのか。うまくて出してんのか。ネタか。ネタだったら出さねえぞ、何。やべえ、もしかしたらこれ、中身変えて、あの、辛くない。お。っていう可能性もある。なるほど。そういう時。ないわ。出てないわ。3分経った？まだまだまだだよ、まだだよ。早い早いか。早いよ。もう開けて、支度しとこう。あー、やばい。心臓痛いんだよ。開いた。あ、気をつけて。って言おうとしたらもう開けてた。つまようじに刺さっちゃった。オッケー、血は出てない。よし。じゃあ。まだな。早い？固めでいいんだよね、俺。まあ、俺も固めでいいよ。あ、もういい。もう十分だ。十分、十分。調子、うん。もうポケットに入れちゃう。よっしゃー。ゴミ箱。あ、これ、ゴミ箱ない。はい、ゆきりー。ゆきりー、ゆきりオープン。あ、多分ね、もうちょっと臭いと思う。あ、いい色。乾燥剤だよ。え？違うか。麺の色じゃない。麺の色か。うん。着色で。違う、入ってないでしょ。あれ、もう臭かったかな。なんでそんな切れんの？あれ？俺、そんな切れないんですが。いいか。いいか。はい。ね、これは下に置いといて。はい、じゃあオープン。まあまあ、ここ普通だよね。あ、待って、これはちょっと結構、ついちゃってるんでね。で、で、手でやっちゃった。ほんとにちょっと、しつこいようですけど、もう出すな、もう出すな。もう出すな。ちょっと、あと夜間の目。お、死者出るぞ、ほんとに。気をつけてくださいって書いてある。ちょっと待って、ゴミ箱のところ、これ手につくとやばいんだよね。やばいね、やばい。ちょっとマジで、モザイクかけて、ゆっくり食おうよ。いや、もうゆっくり食わないよ。もうゆっくり食えない。絶対もう俺食う自信ない。あれ？切り口は、あ、まあ、いいや、この上から。あ、ハサミはある。あ、ハサミ切るか。あれ、いい。うん、気をつけてよ。よいしょ。じゃあ、もう、入れよう。うわ、やばい。赤っ。あ、やば。で、担々麺自体がさ、そうか、担々麺が、あ、そうか。まず、辛いっていうか、まあ、なんか、ごめんなさい。すいません、大声上げてって申し訳ないです。俺そんな出さないから、絞り出さないからね、俺は。はい。出してください、もう絞り。はい。じゃこれで、かき混ぜて。ふざけんなよ、これ。はい。え？ここにもうプラスでね。ちょっと待ってやった。もう。うわ、いいですよ、いい色。何やってんの、何。はい。はい。もう混ざんない。ちょっと、ちょっと。ドロドロ？ドロドロっつうかもうパサパサ。やばいっす。いやいや、やばい。こっちのやばいよ。何やってんの本当に。ちょっと、本当に。え？え？俺死ぬよ、本当に。死ぬよ？どうせ辛いから。もう、
いや、もう、ツバ、やばい、今、ツバが。入れても、あ、すごい。全然絡まない。全然絡まない。だから絡まないって。あ、入れたっけね。出た、もう匂いだけで。いっちゃう？いっちゃう。匂いだけでいっちゃう。うわっ！ちょっと目近づけてこう。いや、もう痛いね。ピリッとくれる、多分。うん。あ、くしゃみですよ。嘘！あー、やばい。え、やばい、これ、ほんとに。ちょっと、オープンしといてよ。わ、かき混ざってないじゃん。オープンしといてよ、オープン。うん。食べながらオープンするよ。いやいや、もうオープンして。もうオープン？もうオープン。もうオープン？え、俺、ほんとに、死ぬ？死ぬ？死ぬまである？ほんとに。死なないよ。一口これでしょ？あ、一口食えるな、これ。一口でいきたいな。せめて一口。よし。やるぞ。じゃあ、もたれかけるんで、これで、じゃあ、これでいきます、僕。はい。これね。はい。いいね。ちょっと目だけ頑張って出すの、目だけ。うん。うん。俺じゃあ、まあ、匂い担々麺だね。まあ、担々麺好きだから多分いけるな。よし、いただきます。いただきます。いただきます。おかしいっす、これ。うん。ちょっと冷やして。あ、だいぶ。味はうまい。多分最初は美味しい。うん。おい、大丈夫？この辺、傷。あ、痛いかもね。ねえ。この辺大丈夫？この辺。ん？この辺。あ、この辺大丈夫？治ってる。あ、まだ辛み、あ、来たけど、まだ大丈夫だ。ぬじく。今のうちだ。辛い、やっぱり。うん。そして、バラクラやっぱ熱い。あ、これ。あれ？入ってかね。あれ入ってかないぞ。意味ないって。意味ないって、食ってやらないと。もう一時的だからそんなの。もう食っちゃう。もう俺は、ヨーグルト入れずに食うぞ。味はうまい。うまいのにもったいない。辛い。もう鼻水出てた。すごい。いや、熱いのがわかるもん。マジか。あと二口だな、頑張れば。無理だな。うん。あいてー。無言じゃん。うわっ！早っ。やべ。うん。あ、やべ、もう。うん。イライラするから足が。ああ痛い。
あ、これ、そうかね。やばい。お父様。美味しいのに辛い。ねえ。ああ、もうダメだ。これまだ食べてる時はいいよね。食べ終わった後だよね。何にもしない時にね、ピリピリするから嫌なんだよ。うん。マジで作ったやつどうなってんの？そうそうそう。いてぇ。唇まで拭いた方がいいかな？うん。ない。ティッシュ。あ、ガムテープあるよ。唇ヨーグルトをこうやってつけると。え？うん。俺もう食わねえから。ごく。俺もう食わねえから。はい。まあ。ごく激辛のカレー味食べた後だね。食いました？最悪だったからね。あ、痛い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 。じゃあ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうありがとうございました。はい。うん、うん。ごちそう。ありがとうございました。ありがとうございました。